そうね、あの、大栄養キャラ、あの、修理するなら修理するのそこそこお金かかりますもんね。いざっていう時はね。うん、そうなんですよね。ちょうどその大きさに。ごめんね、なんかね、ルーソンからかかってくる割には、ピシッパーってから、あの、ファックスの変なやつなんですよ。そう。そうなんですよ。迷惑なんですか、ね、それなら一度電話で、あ、違いますよって言った方がね、すぐ悪くていいもんね。うん、何べも高みたいに何べも何取るよ、私。そんなに暇じゃないそうそうそう。いや、あのね、それとね、あれが嫌ですね。あの、まだね、ファックスの、あの、で、売り込みのやつ、必要なかったらペット消すだけけど、電話と飛び込み訪問って、あの、迷惑ですね。だってほら、特に既存者なのに、その、ほら、なんか、こう、邪険にもできないですか、うん、だけど、その時間ってね、ね向こうも分かってね、こう引いてくれるならいい。そうそう、でも偉いしつこかったりしたりするでしょ。もうね、みんなも必死やるけど。まあね、そうね、一緒なんか、あの、リクルートでね、要するに求人お願いして、結構、あ、これ、またこれ。お電話ありがとうございます。春町よしみです。はい。はい、どうぞ。はい、お取り扱いしておりますよ。今日は、はい、あの、しばらく今までに比べたらポンポンと上が、今日とかは上がってますよ。はい、ただ、プラチナって高い時に比べたらそんなに高くないんですよ。はい。18金は今日は、1g 3149円でお買い取りしてます。そうですね。はい、実際は、で、目の前であの、測らせていただきますので、はい。あの、目の前にいくらというお話になります。はい。はい。はい。装飾品っていうのは、その、いわゆる、その、宝石がついてるということですか？あ、で、ダイヤの突品で踏める、要するに値段がちゃんと入る石はお値段つけますよ。はい。ですね。で、守備的な石は逆にその重さを引かせていただくようなものもあります。うん。例えば、まあ、アメジストであるとか、シトリンであるとか、それからトルコ石、それからメノーとか、はい、あの、いわゆる趣味の石に近いものっていうのは、その重さが結構かさむからですね。はい。だから、もう本当にいらないということであれば、石を外して持ってこられた方、石だけは取っておかれて、その、指輪の枠だけをもう売りに来られた方がいいかもしれません。はい。はい、石だけ取っておかれるとかですね。はい。黒蝶貝。黒蝶貝、白蝶貝。ああ。抜けてるというのは外れてるということですか。はい。ってことは、地金扱いになりますよね。はい。はい、大丈夫ですよ。はい。はい。10時から8時まで営業してます。はい。はい。で、初めてのご利用でいらっしゃいますよね。はい、わかりました。では、よろしくお願いいたします。はい。初めてのお客さんじゃないけど。多いですね。まあ、今のお客さんですね。そうですね、本当。またやろう。またやろうみたいな顔の向きが違うお客さんです。怒られる。やっぱそうなると、やっぱ抜いた方がいいんですか？今言われてたみたいに。やっぱ、石と。ダイヤはとんでもない。っていうか、もうこれは抜く作業とっても大変なんですよ。じゃなくて、その、ね、こんな大きなやつですよ。まあ、この大きなやつ、うん。で、それがもう 2g ぐらいあるとかだと、大体 2g だろうみたいな引き方するから、それだったらもう、抜けた方がびっしり測れるから。多分これぐらいだろうみたいな。これぐらい、これぐらいあるじゃないですか。じゃあ分かります。でーんでも大きいけどみたいな。大きいね。はい。年配の方がよく言うんですよ。そうです、そうです、そうです。あの、石はね、ほとんどもうお金ならんちゃろうってみんな言われるんですけど、そうじゃないんですよ。ちゃんと値段があるの、レアスので値段がちゃんとつくのもあるんです。だけど、これは、抜け刀から、その、指輪としてじゃなくて、どうしてもそこが、踏めらないかん作業せないでかんから、その分のお金がかかるんで、そうじゃなくて、もう地金扱いみたいになりますよっていう話じゃないですか。はい。もう一個一個ケースバイケースですね。はい。だから、おしなべて話してると、いや、その話はそれにじゃなくてっていう話になるからですね。なるほど。コマーシャルで使いますね。あの、ほら、あの、金属で壊れててもとか、コマーシャルで使って、要はそれと同じように。あ、そうです。そういうことになります、これは。ね、で、でも、修理してまで使わんけ、何も売ってしまおうかっていう話ですね。
それか、あの、注意して使うけど、これは手放すつもりはないけん、預ける。っていう話。はい。手放す、これ、お手放しにならなく、一時的に借り、あの、要するにご用しようっていうことであればですね、預かりの方としてると安くはなるんですよ。預かりで2万円、お買い取りで2万2000円。これ。はい。だけども、これも私、指輪もね、実際ちっちゃいんですよ。ああ。普通はここなのに、もう太って、ここも入らんで、ここに今、ここにしていってくらいの感じで、もうこれもだけ、もういらんかなと思うけど、でもこれ、プラチナ、何でしたこれ。プラチナです。プラチナ900。900。どっちの方がいいんですか？プラチナ900の方がいいです。はい。いや、いいって、あの、こういうのは持っとった方がいいぐらいの、もうこんなんなっとっても修理までしてでももう私がこうやって指輪も入らないしっていう。いや、てか、その判断、その手放すか手放さないかの判断はお客様にしないです。それは私の方で。ね、だってそれはね、ねえ、もうちょっとあの人と別れろと思うんだけど、どう思うって言われるのと一緒です。そうよね。それはもう私では分かんないですよ。そうよね。はい。一緒にいたいのか、いたくないのかって話です。そうよね。でもやっぱ手放すと思うと、やっぱちょっと惜しいけど。ですよね。っていうふうに思ってあるんだったら、手放さない方がいいです。はい。でももう。だって売ってしまった後は、後からって言われた時ないんですよ、もう。はい。もう本当に処分をお考えの時に売っていただいた方がいいです。うん。いや、だってプラザ高くないからですね、決して。金は高いんですよ、今。だって見てください。金とプラチナ変わらないんですよ。ねえ。なんていうの？だから、プラチナは今売るべき時期じゃないでしょ。あ、そういうことね。うん、金、まあ、金を処分されるんやったら、金やったらもうそれでいらんっていう人だったら、まあ高いですよって話ですけど、プラチナは今はそんな高い。だから今はさっきお客さんの話したんですけど、プラチナは高くないですけど。高くないけど平均なんですけどね。これ1973年からなんですけど。ぜひ、お客さん。はい、あの、本当やね、どうせ売るならもういらんと思っても、ちょっとでも、でもこれ以上高くなるとプラチナない。いやいや、プラチナ今安いですから、安いけど、上がるんですよ。上がる、うん、上がればいいけど、それ待っとった方がいい。一応もなのかわからないですよ。30年くらいかもしれませんもん。これだね。すいません。自分の立場一緒なのかもしれない。そうですよね。でもあんま変わらんと思うから、ね、うん、またね、また安くなるかもしれないしね。まあ、そうですね。だって、こういうの安い時もあるからですね。これからまたこうなっていくかもしれませんもんね。これ、この日が一番安い時。一番安い時もそうですね。この辺だけ1995年とか。ここは1999年ぐらいがそこなんですけどね。あ、これリーマンショックの前。リーマンショックの直前の夏。このホワイトボードで6400円だったんですよ。はい。ってことはこれが倍やった。そうです。4万円くらいだったんですね。そうです。でもこれでも過去最高なんですよ。ねえ、そうやもんね。ダブルだったね。ねえ、でもそれを売るならわかるけど、うん、預けるならどうせ自分がそのものを。土地と一緒、今高いって言ったところ、そこで例えば商売しよったりとかしたら、うん、ね、売るっていう話と違うでしょ。で、逆に、個人やったら、それがほら、お父さんの個人やったら、そこ例えば、個人の商店で、バブルやったけんって、変に、あの、なんていうかな、仏像せないかんことなんて、奥に横に引っ込まないかんになったとかね。あるでしょ、変に上がって土地バブルやつの時は。ね。なんか、変に、よしよしなんですよね。ただそこで、ただ、黙々と商売しとただけなのに、勝手に評価があれでお父さんの土地やって、それを受け入れたら、ね、税金の方が高いけん、仏像せないかんみたいなね。それで土地を、場所を失う、商売する場所を失うみたいなね。銀座の最悪ですよね。だから、そんな時のために勉強しとかなきゃいかんですよね。そこで守っていく、そこを大事に商売していくってことで、その世の中のその荒波に乗っていかなきゃ。だって、自分が誠実にしよった件だけじゃいかんでしょうか。そう。いや、だって私は思ったじゃん。あ、その、挑戦っていう意味じゃなくて、続けていくために、ちゃんと条件を知っとかないかなと思ったんですよ、あの時。元保険、それが財産でいいばっかりじゃないと。で、それで、特にさ、その、お父さん、おじいちゃんの代からしよって、三代目とかでも、そんな、あんまりほら、ガツガツしてないじゃないですか。ただそこで大事に、あの、そこの目、守っとる。守るじゃん、もう。本当ですよ。それで、あ、勉強しとかな、ほら、元の子もなくなるぞって。いや、だからやっぱり、そう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 。ね、そうそうそう。だけん、
いろんなことをしとかんと、その、騙される、損する、自分がガツガツ稼ぐとか意味じゃなくてね、維持するのに、そうです、なんで会社にせないかんとか、なんかとかいうのを勉強しないかんの、うん。私、ちょうどその頃、こう、バブルな頃の時に学生で、ちょうど母がこう、店とか始めた頃の、そういう、こう、見聞きしてね、あ、だけん会社にしとかないかんなとか、うん、その、続けていくためにね、あの考えないかなと思って、一生懸命勉強してましたね。うん、だけどそんなで、後からですよ、自分たちもこんな、貴金属がこんなに、本当に自分たちが、あの、札さりもがこんなに上がるんだっていうのを知ったの。うん、あ、それで、ね、安い時は買っとかれたらプチ財産になりますよっていうのは経験したから。うち、あの、創業が1984年なんですよ。だけど、うん、この辺で始めたの。うんうん、だけど、それで、もうずっと下がりっぱなしですよ。うんうん、前は高かったとか、安いゲーム怒られる人生。うんうん、見切らんじゃないもん。いや、お客さんだった。だって今こうだって、うん、ほら、今結構こんなのがほら、テレビでも言われるようになったけど、高いところはね、分かってもらえるようになったし、焦げ納豆って今グラムでいくらですよって言おうから、ある程度ね、分かってもらえる。いや、高かったら安いけん、ほら、安叩きをみたいにね、誤解されるっていうか、そうですよね、見切らんじゃないとかとかね。でも、今度は逆に比べてもらったら高いっていうのが分かるもん。分かる。あのね、あの、私もね、だから、前一回高山に行って、前一回だけ行ったことあるんですけど、訪ねた時に、あの、同じ借り入れされるのでも、あの、何でも、お手伝いに。ああ、ありがとうございます。いや、だけどね、私逆にね、比べてくださいって言ってるんですよ。だってほら、うちがいくら高いよとか、なんかって言っても、ほら、だって自分だけでしょ。比べてもらったら話早いんでしょ。で、テレビでコマーシャルあんだけされやったら、やっぱそこが行ってないとか、もう名前が売れておけんとか思うけど、でも地元じゃないけど、こういう、ほんと私も他のとこも訪ねたことあったけど。そう、それで、うちはね、逆にもなんでこんな高く査定できるかって言ったら、その、お金のかかる、その、要するに、あの、古代広告じゃないけど、お金のかかる広告を全部添いでるんですよ。うん、それで、口コミじゃないけど、本当に高いっていうのが分かってもらったら、うん、お客さんもお客さんも、そっちの方がいいでしょ、うん、そう。だけ、ね、そうそう。だけ、変な、例えば、こう、看板屋こう出しとするじゃないですか。うんうんうん、看板屋さんが、うん、確かね、広告好きと思われるんですよ。だから、あっちこに看板があります。ここに看板がある。うん、看板屋さんが、これが、うちね。なるべく広告したくないぞって。で、ここはこっちこっちってどうして矢印しとうかっていうと、やっぱり全部みんながネットで検索して、サクサクと場所が分かるわけじゃない。やっぱりこう、ね、いざっていうと来るっていう時、こうなっとかないかんけん、あげんしよっちゃうけど、なるべく広告費を使わずに査定を高くしたいけん、広告は好きじゃないのよって。そう。わかりました。私は分かってます。広告さん屋さんには嫌がられてる。いや、でも、予告欲しいできんですもん、そんな。そうそうそう、それよりも、査定が愚直な場で高いということが伝わる方がいいと思っておるんですね。だけど、あの、ようやく日の夢を見ました。こうやってこう、比べてもらえる前に。うんうんうん。はい、あ。OK。私は分かってた。ありがとうございます。ありがとうございます。でもほら、なんか、なんて言ったらいいと、やっぱり、ああいうの見たら、どこどこの方が、あの、うんぬみたいに、いや、私は言うんじゃ行ってみてくださいって言えるようになったんですよ。うん。うんうんうん、私はもう、うん、それまでは、そのかいな。でも、この価格言ったら絶対合うはずっていうのも、うん、勉強して分かったけど。いや、でもね、それ以外にもっとひどいところもあるんですよ。この頃始めたばっかりの、あの、ところとかは、うん、あの、質屋さんはね、結構査定高いんですよ、皆さんね。あの、ちょっとの差なんです。例えば、うちが2万2000円って言ったら、2万円ぐらいまでさ、うん、1万8000円です。あの、ひどいところは、うん、あのうちの、あの、40分半分以下、うんうん、っていうところもあるんですよ。うん。うん、あの、取り合わせしたら真ん中入ってると。だから、グラムいくらで売ったとかいうのはわかんしゃれんけ、うん、結構テレビ、それもテレビで結構予選でしょってでしょ。あそこはひどい。はっきり。質屋さんは査定高いです。ね、そこはもうしのぎを削る査定のさ。あ、もうそれはもう、もうやっぱり、ね、質屋さんは査定高いです。もう、そこはね、あとはね、あの、好みの、そのお店の好みのさ、でも、その新婚のところで、もう、要するに、私たちが一番安かった頃の査定やらしようなとこはあります。そこはひどすぎる。うん、それと、訪問買い取りでね、私直接行ってね、例えばうちがこの金額でしょって、2500円ぐらいでしょだったらいいって。だって、一回回るっちゃけん、手間暇かかるようでしょ。だから、直接来るよりも、その、訪問の方がちょこっと、あの、査定が悪いってのはわかるけど、それが半分以下はいかんって私言うんですよ。で、しかも、あの、なんか過酷なノルマがあるけん、そのもうなんか、空き巣寸前のような、もう持ち出させるような、押し買い。押し売りじゃなくて、押し買い。まあ、それはいかんよ、と。で、伏見の方じゃ、ほら、あの、おばあちゃんの刺したりの人だったんですか。そういう、こう、押し買いの人だった。ああ、なんか、嫌だったよね。だね、それってね、結局、
今日いくらの結局その出来高が作れんだよ。そういう変なのが必要だよね。会社が、会社がブラックってことですね。まあ、もう、ウゴの竹の子って言うでしょ、これ。でも今、本当、方法は気をつけとった方がいいですよね。もう仮に名刺もらっても、それが元かどうかもわからないし、やっぱ自分がそこに直接店に行って、こうやってね、本当にお店があってっていうならいいけど、やっぱ年寄りなんかそれができんで、やっぱつい来られたら話になるし、話もしたいこともあるし、と思って。それがね、それでさっきの話に戻るんちゃうけど、お店の店舗を維持しとくっていうことがやっぱ大事やけん、店舗を失わんごと考えない関係、土地バブルなんかになった時にやっぱりその前に手羽売っとかんと、ほら、結構それカバン屋さんって言うんですよ、そういう訪問の人ね。だ訪問の人イコール悪じゃないという。やっぱそこから始めないか。だって何もない人そこから始めちゃうけど、その中にも本物はオンシャーと思うんですよ、私。だけど、それを偽物と本物がオンシャーから、ね。そうです、そうです。そうそうそう。ね、そう、結局は目利きやないといけないんだけどね。それか、あとは、偉い頑張りオンシャーけど、もうこの人に鼻持たしちゃろう、みたいなね。なんかおばあちゃん、お母さん心で、もうあなたはもう、ほんと熱心に、しようし、その熱心がりようが、その、おかしゅないと。ね。あるいはもう、みたいな、せっかく生きてくれようけん。ね。っていうのが営業の努力みたいな。で、しかもそれが誠実やったら、うん、いいんじゃないかなと思うんですよ。だって騙されたばっかりじゃないですよね。でも、売る気がないでいいよとかね、無理やり、なんか出さな、出さな帰らんみたいな雰囲気ですよ。ちょっと違う。それはもう罪やもんね。罪やもんね。犯罪やもんね。すいません、あの、確認のため、お名前と生年月日お願いします。でも、こんな、本当にこう、貴金属バブルであったもんやから、ね、去年のラッシュはすごかったですよ。うん、はい。あ、でも、うちが高く査定してるっていうのが、あの、分かっていただけて嬉しいです。どこでもそんな、私も当てて回ってるわけないけど、たまたまなんか、仕事でそっちら辺にいたけん。もうそれは本当でも、だいぶ前ですよ。はいはい。もう、3、4年も4年も前くらいでも、その時に。ああ、そうですか。私はもう感じとかいっぱいやって。じゃなくても、あの、前の時、この間の時って言ってたけど、一本絶対流せれん指輪があって、その指輪を預けた時に、それにプラス、じゃあもういくらにしてきますとか言ってくれるじゃないですか。ああ。てか、例えばですよ、金額が19,000円とか、なんかこう、中途半端だったら、じゃあ2万円しとって、だから19とか、なんかもう数字が中途半端でしょ。それやったら、そうしときましょうかっていう話だけど、けど、昨日来られたお客様にお話したんですよ、あんまり。お子さんがたまに使う、ちょっとまあ、要するに、Wii とかのゲームね。あれをたまにちょっと言う、一時的に借りちゃうのがあるんです。でもね、これがね、きれいに潰してあると。だって、これも全然使ってなくって、ただもう、あと、要するに、何も触りをしゃれんで、前のまんまでしょと、いや、それがですね、息子はいつもきれいに使った後、ほこりとかもなんかも使うこときれいに掃除して工事をするんですよ、って。だから、本当はね、お家がほこりだらけの家で、ほったらかすと、ほこりが溜まるやつなんじゃあれって。だけど、そのほこりだらけのゲーム機と、きれいにしてる人もしゃれると、査定当然違ってくると思うんですね。だから、黙って1万円つけるんですよ。今、相場が1万円なくても。きれいにしてほしいわけ。本当使いようじゃない。いや、本当使いようじゃない。だけん、きちんとしましょう。そう、本当使いようでいかんで。で、使いようじゃない、使い方。あ、そう。うん、要するに、そのユーザーさんがきちんとしとんちゃったら、うん、その、機械借りようが綺麗やったら、ちゃん、それ、ずさんなのとよ、うん。綺麗にしとんちゃうと、その。もちろん違うんですよね。違わないかんと思いますね。確かに。でもそれってあったまま、それを持ってこうとかを。いやいやいや、大丈夫、いやいや、それでね。でも、ほこりがしとって、やったら、やっぱりほこりとかとかがいてる。傷はないと思うんですよ。傷はしょうがないですけど、ほこりだらけで持ってこれる人とね、その、綺麗に一応人に査定を受ける、現実に人で、でもほら、そこ人間やけ、違ってくるんですよ。デジカメがね、わーってなると表面と傷なのか、ただ汚、あの、手垢で汚れるのかわからんかったら。これ、すみません、この状態やったらちょっと査定落ちますよって言ったら、拭けば綺麗になるって言いちゃうけど、じゃあ拭いてきてっていうみたいな。そう、で、そこ違ってくるんですよ、やっぱ。手間ってね、やっぱり。いや、あのね、手間っていうかね、自分のさ、あ、物が見せるってことはね、私、歯医者さんにね、歯磨かんまま歯見せようのと同じと思うじゃん。そう、だけどちょっと羞恥心っていうのがいいんだよね。だけど、その感覚がない人は、多分、きちんとしたお取引が続かんじゃないかなって気がするんですよ。こっち側から見たらね。
少しでも綺麗にしてもらって、この傷がついておけん、査定、ちょっと違ってくるでしょうとかにしてもらったら、もう、そんな感じの雰囲気だったら、ああ、いいでしょう、もう、2万円しときましょうとかね。そこ、人間やけん、なると。そうですね。そう、拭いたら綺麗になるとかね。この状態でどこどこやったらいくらあるんで、じゃあもうそこ行ってくださいって話になるけど、やっぱ。うん。そこ絶対そうなると思う。うん。そう、それは言えてます。あのね、これもね、今、こう見たらね、汚れとって思う、ね、汚れがもうほんともうずっとしとったけん。いや、でも、それはさ、お客様はもう別に、ほら、焦げになっとっちゃけど高くしてくれとか何も一緒じゃねえよ。そういう人に限って、高い査定を求めちゃうわけよ。だけど、それで、ちょっとそれは違うやろっていう。これもね、車でちゃんと出して、向かいたいの。洗面台でちゃんと上がってきたのは。洗ったけど、やっぱこういう汚れっていうのは、微妙な、こう、機械のあれだけど、そう。あのね、ほら、歯磨いとっても、サプラニンテストしたら、ちゃんと磨けてないっていうのは、別にそうなんだけど、磨くと技術がいるけど、じゃなくて、何も磨かんまま行くのとは違うよ。だってそれだよ。だけど、綺麗にしてほしい人は、私褒めるけど、汚い人にそうはしないでしょって言ったら、余計多分分かってもらえけ、ただ、ずーっと作る方法、無機質な査定する作業をしようって。気持ちの問題。そうじゃありますよ。ねえ。ね、比べてくださいっていう言葉は、あと、広告にも回答もやけんね、その、どこと比べてどうのっていう言葉に印象のが、査定が結局その、状態を悪くしても、汚れたままで持ってきてほしいのに、このままでもどこどこやったらいくらかって言っちゃったんじゃ、そこ言ってください。うんうん。そうですね。それね、交渉の仕方は違うと思うんですよ、私。それが言うのが交渉と思ってほしいかもしれないけど、それは違うと思うんですよ。ね、なんかね。ただそれで、やっぱりこう、ね、少しでも、その、ねっていう、高い査定をもし求めとるのであれば、そういう状態を聞く。そう思うもんね。やっぱちょっとでも、ちょっと、こっちは借りたいと思って。うん、そうそうそう。ね、だからやっぱり、そうっていうのの気持ちが見えるんですよ。そしたらもう、こっちも腹いっぱいもんな、話が、うん、みたいな話になってる。お電話ありがとうございます。はるばし先生です。はい。はい、どうぞ。あ、はいはい。はい。はい。あ、それこそご処分に、ちょうどいいんじゃないですか。もう、ご。